サシヤ・ショータは、広島県出身のバスケットボール指導者である。テクニカルスタッフ時代に培った映像分析や情報分析を得意分野としている。幼少期を、広島県広島市浅木田区の鈴張で過ごし、小学生時代には鈴張剣道クラブで負けん、気を培った。漫画、スラムダンクの影響でバスケットボールを始めたが、1994年に、 広島県で開催されたアジア大会において、大竹市総合体育館で開催されたバスケットボール、日本代表の試合を観戦し、競技としてのバスケットボールへの関心を持つようになる。その後、広島県内でも指折りの進学校である、広島県立祇園北高等学校に入学し、同校のバスケットボール部で活動した。一年時には、 ベンチメンバーとして全館サイバスケットボール大会に出場したが、チームの主力となった3年時には、県大会出場を逃している。高校部活引退後は、学問としてスポーツを学ぶことを志して、千葉大学教育学部スポーツ科学課程に進学。大学1年生の冬に、当時同校の大学院生で、アシスタントコーチを務めていた。 鈴木義和の兄弟にバスケットボールを教えたことをきっかけとしてバスケットボールを教える楽しさを実感するようになった。当時は鈴木がバスケットボールの出張指導の会社を設立した時期でもあり、鈴木の勧めでバスケットボール出張指導の経験を積んだ。千葉大学男子バスケットボール部監督を務めている日高哲郎に訓導を受けたことや、 当時バスケットボール女子日本リーグ富士通レッドウェーブのヘッドコーチを務めていた中川文一の指導を受けたこと、またチームに常駐のコーチがいないため大学4年生の時に選手権コーチを務めたことなどを通じて徐々にバスケットボール選手ではなく指導者への道を真剣に考えるようになった。大学卒業後はバスケットボールの指導をより深く学ぶため千葉大学大学院、 教育学研究科保健体育選手へ進み、勉学の傍ら同大学バスケットボール部の学生コーチを2年間務めた。また在学中にスペインカタルーニャ州バダローナを本拠地とするプロバスケットボールチームでスペインの一部リーグのリーガー区部に所属するホベントゥとバダローナの育成現場を視察したことでバスケットボールにおける育成の重要性を再認識している。 大学院終了後、聖徳大学附属取手聖徳女子高校の保健体育教員、同校女子バスケットボール専攻の顧問を務める中で、練習試合先で恩師である、日高哲郎の筑波大学男子バスケットボール部、ヘッドコーチ時代の教え子で、東京医療保健大学で女子バスケットボール部を立ち上げた、恩塚徹と再会した。当時、 すでに女子日本代表のテクニカルスタッフとして活動していたオンズカから最新のバスケットボールの映像分析や情報分析についての教授を受け、高校の指導現場へ生かす目的からもこれらの分析技術を深く学ぶようになる。オンズカの手伝いや勉強会などを通じ、日本バスケットボール協会におけるアンダーカテゴリーの女子日本代表のテクニカルスタッフとして活動した。 2013年からは、オンズカの公認として、女子日本フル代表のテクニカルスタッフとして、正式に就任し、教員の職を辞して2013年アジア選手権、2014年世界選手権、2015年アジア選手権まで代表チームに帯同した。2015年10月から、バスケットボール女子日本リーグに所属する ICA、WWINGS のテクニカルスタッフに就任している。 2016年7月に B リーグ、横浜 B コルセアーズのアシスタントコーチに就任。2017年3月に、青木隼人ヘッドコーチの体調不良に伴う欠場が続いた後に、チームとの競技の結果による契約解除が発表され、サシヤがヘッドコーチ代行を経て、正式にヘッドコーチに昇格した。 2016から2017シーズン終了後の2017年8月には古田悟アソシエートコーチのヘッドコーチへの昇格と同時にサシヤがアソシエートコーチへ職務が変更となる形でチームに止まったが同年12月に古田ヘッドコーチが体調不良を理由とした欠場が続いた後に成績不振を理由とした契約解除が発表されサシヤが再び ヘッドコーチに昇格となった。この結果、同一人物が1年間のうちに、同じチームで2度ヘッドコーチに昇格するという大変、珍しい人事となった。2017から2018シーズン終了後、2018年5月に、人気満了に伴うサシヤのヘッドコーチ退任が、発表された。2018年6月に B リーグ、広島ドラゴンフライズのヘッドコーチに就任。 B に優勝、B1 昇格を目標としたが、西地区3位に終わり、プレーオフ進出はならずシーズン終了後にヘッドコーチを退任した。2019年6月に広島ドラゴンフライズの U15 チームのヘッドコーチに就任。2021年2月に広島ドラゴンフライズのヘッドコーチに復帰。2020から21シーズン終了後の2021年5月に、 広島ドラゴンフライズのヘッドコーチを退任して U15 チームのヘッドコーチに復帰した。ありがとうございます。